どうも、ゆうまです。最近久しぶりにホラー映画の定番ソーを見ました。ソーって言ったら拉致された男2人が鎖につながれた状態で映画が始まるじゃないですか。で、それぞれの男に任務が課されるわけですよ。こっちの方の人にはこの場で死ぬか逃げるか試す。で、もう一人の人はこの人を殺すか、この人の妻と子供が殺されるか、どっちか選べっていう感じで始まります。で、僕の場合、以前にこの映画を見た時に犯人ってあいつだっただろうなっておぼろげに覚えてるわけですよ。まあ他の具体的な内容はほぼ忘れてたんですけど、そういった意味では探偵的な目線、謎を解いてってこいつが犯人だみたいな楽しみ方はちょっとなかったです。だけど逆に人間って追い込まれた状況だとこういう行動するはずな、するのかな、自分だったらどうするのかなっていう視点から見ると結構興味深く楽しめました。あ、ちなみにホラー映画って科学的にはメンタルにいいってされてるんで、皆さんにもおすすめですよ。なぜメンタルにいいかっていうと、ホラー映画っていう自分の身には絶対に何も起こらないっていう安心した状況で恐怖という疑似体験ができるんですよ。で、そこで人間の脳って練習を繰り返すほどどんどん適応していくじゃないですか。それと同じで恐怖っていう体験をしていくにつれてだんだん恐怖に対する耐性が身についていくわけですよ。で、その結果恐怖とかストレス、不安に対しての耐性がついてってメンタルにいいっていう流れです。それでは今日も日本一周を目指すスバル R2D2 号製作中 in 沖縄やっていきます。今回は後々ダウンサスを組んで車高を少しだけ落とすことになる R2 の事前準備といった意味合いでの作業でマフラーの位置を少しだけ上げます。なぜマフラーの位置を上げるかっていうと、車高を落とすと地面に一番近い部分がマフラーになります。で、その状態で運転していると地面の凸凹に対してマフラーがヒットする可能性があります。もしヒットしちゃうとマフラーが傷つくのはもちろんなんですけど、それ以上にオーナーのメンタル、僕のメンタルが傷ついてしまいます。それはどうしても避けたいんで、今のうちに車高を下げる前にマフラーの位置を少しだけアップしておきたいと思います。で、今回の作業は車高を落としててマフラーを社外品に交換しているオーナーさんたちにも役立つかなと思います。ですんで、ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは作業開始。今回はこちらのマフラーハンガーと呼ばれるゴムの部品を交換します。左がスバルの純正品で、右がホンダの純正品です。これからホンダの純正品に交換しますが、その前に比較してみましょう。まずは硬さから。スバルの方が少し硬めで、ホンダが少し柔らかいようです。ゴムの厚みがスバルの方があるので、そのせいでもあるかもしれません。次は各寸法を測ってみます。まずはスバルから。ピッチと呼ばれる穴から穴までの寸法が約40mm、穴径が 10mm くらいです。そして幅は約 20mm です。お次はホンダ、穴径が約 9mm、 ピッチが約 30mm です。そして幅は約 25mm、 6mm、 7mm。 スバルのピッチが 40mm でホンダのが 30mm なんで10ミリの差があります。この差でマフラーの位置を上げようという作戦です。あの子を解き放て、あの子は人間だぞ、黙れ小僧、お前にあの子うせえわ。もののけたちだけ。マフラーハンガーを交換する前にマフラーのそれぞれの低い箇所の高さを測ってみます。まずは中間のサイレンサーが約 11.5 センチ、リアにつながるフランジ部分が約11センチ、
リアのサイレンサーが約 11.5 センチです。マフラーハンガーが固着している場合は外れにくいですが、僕は以前にマフラー交換をしてて、マフラーハンガーもまだ新品なのであさり抜けました。抜けない場合は潤滑スプレーを散布するといいでしょう。新しいマフラーハンガーにも少しシリコングリスを塗るとはめやすくなります。中間パイプを支えているもう一つも交換します。リアにももう一つあって合計3個ありますが、今回はとりあえず2個だけ交換です。ちなみにマフラーハンガーに貼ってあるアルミテープはトヨタが推奨するアルミテープチューンの貼り付け箇所です。以前にマフラーアースと一緒に動画で紹介しているので、そちらもチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。マフラーハンガー交換後の高さは、中間が約 12.5 センチで1センチアップ、フランジが 11.5 センチで5ミリアップ。リアのサイレンサーが 11.7 センチで2ミリアップです。もう少し高さを稼いでおきたかったので、アルミテープチューンを施した後、結束バンドで締め上げてやりましたよ。最初に縦に締め上げて、脱落防止に横にも固定しています。これでもう少し高くなるはずです。その結果、中間が 12.8 センチで3ミリアップ、フランジが12センチで5ミリアップ、リアが12センチで3ミリアップです。これでダウンサスを組んで車高が下がってもある程度は大丈夫そうです。今回リアを最初に取り忘れていたので、一番困る事後報告的なノリでリアを写しておきますね。マフラーハンガーを交換したらこうなりましたよ。はい、作業完了です。そして少しだけテスト走行にも行ったんですけど、マフラーがボディにヒットしたりとかそういった音とかは特になかったので大丈夫そうです。まあ、もう少し先の予定ではあるんですけど、これで安心してダウンサスを組んで車高を少しだけ落とせそうです。なぜ車高を落としたいかっていうと、車高を落とすことによって車体下を流れる空気が減ります。車体下の空気が減るっていうことは空力的に有利になるんですよ。でさらに車の重心が下がることによって走行性能的にも安定します。これでさらに運転して楽しい車になるわけですよ。だからめちゃくちゃ楽しみです。期待しててください。次回はおそらくこの R2D2 号のエンブレムを取り付けたいと思います。前の動画で R2D2 いろんな種類6種類ぐらい紹介したんですけど、そのうちからどれに決まったのかっていうのを発表して、それから取り付けていきたいと思います。まあ、実はゴールデンウィーク前に注文してたやつが最近届いたんですけど、デザインとサイズが合わなくてマッチしなくて却下です。ということで別のやつ注文して、今また手元に届くのを待ってます。それから作業するのでもう少々お待ちください。というわけで今回は以上になります。そういえば最近僕の一番見られている動画の視聴回数が5000回超えていることに気づいてびっくりしました。ドゥマンギタ。沖縄の方言でドゥマンギタっていうのは驚いたっていう意味です。まあ、他にも1000回を超えてる動画が少しずつ出てきていて、もう本当に僕の動画が皆さんの役に立ってると思うと嬉しい限りです。そして高評価ボタンとかチャンネル登録ですごいモチベーションになってますので、いつもありがとうございます。今後もよろしくお願いします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回、バイ。you